動画をご覧いただきありがとうございます競馬予想チャンネル今回は京都新聞杯の予想をしてみたいと思いますではいつも通り最初に人気馬のチェックをしてその後穴馬のチェックをしてみたいと思いますでは早速2番のスマートオーディンからですねメンバー中ダントツの実績でおそらくかなりの人気になると思います G3 に勝 32秒台の上がりも2回出しているということで全能力を出し切ればかなり強い馬だなということは皆さん感じていると思いますただこの馬デビューから一貫して 1800m だけを使われていて今回初めての2200なおかつコーナーを4回回る競馬も初めてということでその点が刺客になってくるかと思いますですので 相手には必ず買わないといけないと思うんですが軸馬としては、えー、僕は控えたいと思います、えー、続いて13番ブラックスピネル、えー、この馬もオープン勝ちの実績があって、えー、昨年の 10, か10月ですねハギステークスではスマートオーディーにも勝っているということで、えー、実績的には問題ないと思います、えー、そして人気,ぼ人気どころに差しタイプが多い、まあ、部分で えこの馬が唯一前目につけられるというところで展開的にも優位なのかなと思っています、えー、まあただ先行できる反面爪が甘いという部分もあるのでまあ勝ちきるというよりかは2着3着ということを想定して買うのがいいのかなと思います、えー、続いて9番ロイカバード、えー、この馬は競り位置で高額で 取引されたということもあって、毎回注目を浴びているんですけれども。まあ、意外に安定して走っているかなという印象です。未勝利勝ち、福寿ーステークスも、まあ、レース最速ばかで勝ってきて。前回の木更津賞も、まあ三着ということで、デビューから。三、すべて三着以内の成績ですね。えー、まあただ、前回の木更津賞が。まあ、里のダイヤモンドから、零秒六離されて。 ちょっと思ったより伸びなかったかなという印象ですね。なので、えー、今回も3回月ぶりの休み明けということもあるのでもしかしたら、まあ、切れ負けというか思ったほど伸びないということも想定しておいた方がいいのかなと思います。えー、続いて7番のエルプシャフト。まあ、このの、まあ、ナビスタの あとまあ当選レーブジョワード・ビーブルの下でもあるんですけれども、えー、かなりの良結でおそらく人気になると思います。えー、とはいえ了決、まあ、というだけではなくて、まあ、デビュー戦のこの未勝利戦4月9日のレースも翌日の4月10日山、えー、歳頻馬オープンの忘れなくさ賞の勝ちタイムより0.2秒早いということで、まあ、決して、まあ、能力も見劣るというわけではなくて。 えー、潜在能力的にはここでも通用してもいいのかいいのかなと思っています。えー、ただやはりキャリア一戦ですし、えー、まあ出遅れのリスクとか、えー、まあ後ろからの競馬になった時に届かないという可能性も考慮に入れて、まあ軸にはしない方が無難かなと思います。えー、人気どこで最後で四番スワーブアーサー。えー、この馬も三回つぶりの休み明けなんですけれども。 前回の未勝利戦が芝戦八を使ってレース最速三33秒9で、えー、勝利とレース上がりが35秒2だったので、えー、レース上がりを1秒3ですね上回っての、まあ、強烈な制圧勝を繰り出しての勝利ということになっていますでここ前回勝ったのも京都ということなので具体的性としてはあるのかなと思っています ただやはり未勝利勝ち直後ということと3ヶ月目の休み明けということで実際1 0キと戦ってどの程度勝てるのかないい勝負になるのかなというのは分からないのでまあ買い方としては相手ひ、まあ、紐の一頭かなというふうに考えています。えー、では続いて穴馬の解説に行きたいと思います。先ほどもお話し,した通り えー、人気どこに差しタイプが多いので、まあ、内枠の先行馬狙いたいなと思っていたんですけどもちょっとなかなか前に行って粘れそうな馬がまっすぐには浮かばなかったんですね。まあ、ただそんな中で5番の U チェンジ。えー、前回、まあ、UAB ダービーですねラニーが勝ったレースで一緒に走って3着。ということでちょっとダート馬のイメージがあるかと思うんですが実は3走前。 浅い杯で勝ったリヨンディーズから0.8秒差の4着ということで芝でも十分戦える下地があると思います。まして前回4コーナー先頭の競馬をしているので馬が刺激を与えられて今回も出がよくいければ先行して3着以内に粘る可能性は十分あるかなと思っています。 えー、続いて10番のからのを、えー、このままあ重賞実績という意味では、えー、まだちょっと、えー、もったいない部分はあるんですが、えー、前回「花水木賞500万下を」を、えー、レースサイズ上がりで買って今回来たと。で「花水木賞については昨年が里野ゼンが花水木賞からこの,この京都新聞杯を勝利と。 2年前も花水希少の勝ち馬がサンゾー・バースですね。で、えー、花水希少1着から京都新母杯2着ということで、えー、非常に今回のレースと相性のいいレースを勝ってきている馬なので、えー、その点についても魅力があるのかなと思っています。えー、また8回走って、えー、全て3着以内ということで、えー、その点からも禅の多治からをちょっと。 まあ紐の1頭として買ってみたいかなと思っていますはいえー、以上で穴マの解説ちょっと今回は2頭だけなんですけれども上げてみましたでは明日はまず京都新部杯 NHK マイルカップの前にきっちりとって勢いつけていきたいところですねそれではまた明日 NHK マイルカップの予想はアップしたいと思いますので是非ご覧いただければと思いますそれでは